最近ね、高須美希也っていうね、底辺 YouTuber に絡まれまして、迷惑行為されてね、ヘズバリューみたいになんか無理やりなんか突撃されて、ネット上 でそれで、ね、心身ともに病んで、ちょっとね、体ぶっ壊しまして、今喉ね、終わってんだけど、まあ、ちょっとやらせていただきますね。28。息しとるか？気持ちいいか？うん、リッコ28っていうね、伝説のね、サッパス系のやばい YouTuber いたじゃないですか。僕も去年から、まあ、ちょっとね、結構最近動画上でね、ガチコラボさせていただいてね、結構おかげさまで俺とリッコ28の絡み、まあ、絡みというか一方的に動画上でね、俺が取り扱ってるだけなんだけど、結構ね、好評で何十万再生とか言ってるやつがあるんだけど、そのね28がなんとですね、半年以上、うん、最後にね上げた動画、7ヶ月前、うん、7ヶ月以上ね、動画更新をしてないっていうね、土の子状態、なんか行方不明状態になってるんですよ。これちょっと見てもらいたいんだけど、これね、多分もう名前、分かんない人いないと思うから説明省くけど、この伝説の女ね、このさ、俺についても、ガチ捨て上げ信者です、ちなみに、俺についての動画も上げてるし、ちょっとこれ気合入ってんね、この顔気合入ってんね、これね、そうで、最後に上げた動画がね7ヶ月前なんですよ、本当に。で、ツイッターも見せとくじゃん。一応ツイッターもね見せるけど、ちょっとなんか変なもん落ちられない、かっこいいよ。ツイッターもね、最後にツイートしたのに今年の2月4日で、ゆくゆくにいたらもらい行くの過酷さ間違えた。しかしこれ大丈夫なんだろうか。間違ってでかくなったら悲惨ですぞ。手術以外でとうとうぺったんこになる方法を見つけたんだ。これでやっと無駄な脂肪から卒業できる。早速試してみようみたいな、すごいね、もうネット上にね生息してないんですよ、この女。でね、言いたいんだけど、28くん、28さんさ、ちょっとまあ YouTube やれよ。ね、まあ別にね、君の自由だからね、俺に言われる筋合いはないと思うんですけど、俺はねずっと言ってるけど、お前はね天才だと思ってんのよ、本当に。俺 YouTuber とかね、嫌いなんだけど、ね、全然見ないし、ね、つまんねえなって、面白いやついねえなってね、ずっとね言ってんだけど、結構例外で君は、まあ、結構面白いんですよ、あなた。結構というか、なかなか天才だと思う。ね、だから、ね、まあ、何してんのか知らないけど、今、なんだっけ、サイバー大学だから、通信制大学の何年生、3年か4年になったのも、なんかいろいろやってんのか知らんけど、ね、お前のね、一番の天職は、ね、俺 YouTuber だと思うんですよね、正直。だからさ、いい加減顔出せよ、面貸せよ、そろそろ表出てこいよ、おい。俺最近ね、高須美希也って底辺 YouTuber に絡まれてね、でなんかあっちが絡んできたのになんか、あいつ自滅して、なんか自分の登録者減らしちゃってるね、クソぶざまなことしてるんだけど、俺逆に絡まれて登録者増えたんだよね、実は。なんか奇跡的にね、こっち絡まれた側なのにね、ずっとここね 2,3 年ね、ずっと減少傾向にあったね、俺の捨て上げチャンネルの登録者数がね、ミキヤとかいうね意味わかんないおっさんに絡まれた瞬間に上昇に変わったんだよ、結構奇跡で、本当ここ何年間かね、ずっと減り続けてたの、増えることってなかったの、ずっと減ってた登録者がね、意味わかんないおっさんのおかげか知らんけどね、あんな意味わかんない変なやつにね絡まれた瞬間に上がったんだよね、だからね、やっぱりね、やっぱり人と絡むと、まあ絡むというか俺が絡まれただけなんだけど、
まあコラボ、うん、まあ、一種のコラボだな、うん、まあ、別に実際に会ってもないし会うつもりもないしね、あんなね底辺相手にするつもりないけど、あのいわゆるコラボっていうものはやっぱりね、あのいろんな YouTuber みんなやってるけど、あの本当に効果が絶大なんだなっていう、再生数も上がるしね、登録者も上がるしね、うん、だからみんなねあのコラボするんだなっていうのがね、あのやっぱり実感いたしまして、あのこれはどんどんね、あのね絡んでいくべきだと、うん、まあ、絡むっつっても俺あの会う気はねえからさ、コミュ障やからね、あのちっちゃいわだからさ、実際会ったらね、あのモンツ浜崎モードでね、シャムさんみたいになったら何もできないから、まあちょっと次のね、あのターゲット、ターゲットというかね、まあ、なんかビジネスパートナーをさ誰かいねえかなと思ってね、考えてたらね、あのいたんだよ、うん、てかまあ実際あの絡んでたしね、ちょっと前まで、うん、28、うん、お前さね、ちょっと前ちょっとあのおっさんにね絡まれた、ね、後遺症がマジでなんか喉痛めてね、本当に あいつのせいだよな、いい加減にしろよあのおっさんで、ね、なんか南ジェーミンのね、あのね陰キャのね、いい年越えて40だから50歳だからいい年越えて俺の動画見てね笑ってるね、あの異常者のおっさん、うん、マジであいつのせいでマジ体がもうおかしいんだけど、そうちょっと前の僕の動画見てた方分かると思うんですけど、あの僕あの28さんにねブチギレられまして、あの DM でね、あの、まあ、同意のもとでね、あのこの人の動画をね、あの見ながらね、あの面白おかしく実況するっていうね、あのスターゲート見るリッコ28シリーズっていうのをやってたところ、なんかね、あの急にね、あのある日ブチギレられまして DM で、うん、なんか 見ますちょっともう一回見る、俺ちょっと俺ね、俺未だにね、あの傷引きずってんのよ、うん、結構怖くて結構ショックでさ、俺ね、これね、これ28、え、なんでモザイクかかってんの、なんでモザイクかかってんの、え、何存在、何、え、パソコンがもう拒否したの、こいつの誤算がを、428公式カウントね、これ簡単に説明すると、あの同例が動画の件についてご自由にお使いくださいと、まあ動画使っていいですよみたいな、うん、連絡が来て、そう俺がね、あの動画でこいつの動画使いてえなっつったら、そしたらあの、まあ俺は大事に使わせていただきますねって言った後に、これ何週間後かな、分かんないけど2週間後くらいにね、2週間くらいあのリッコ28シリーズ撮ってたら、こんなあの怖いね、うん、くっそ激寒なね、くそひなえる文章送ってきて、うん、ね、動画3本見させていただきました、内容がにやかすぎて面白いないのでもう少し考えて配信してくださいっていうね、あのほんと激冷のね、あのまあ DM 送ってきて、俺さもうあの泣いちゃってさ、うん、年甲斐もなくね泣いたんですよ、怖すぎて、うん、怖いじゃんこんないきなりさ、こんなちね、なんかガキがさ、いきなりさ、なんかあの急にシラフになってさ、であんな動画上ではさ、なん説明られない動画上ではなんか、ね、あのなんかひょうきん者じゃんみたいな、くっそあのなんか甲高い声のさひょうきん者がいきなりシラフになってさ、いきなりこんな文章送ってきたもんだから怖くなっちゃって、それ以来あの僕リッコさんのね動画使ってないんだけど、だからあんまりなんかあのなんか触れたらねいけない存在みたいな、こっちよりあの危ないんじゃないかと思って、触れるのもね、ちょっとね、恐れ多いって感じで怖いんだけど、本当ね、あなた天才なんでね、本当は僕はもっとね、あなたをね、掘り下げたいのよ、考察したいのよ、うん、ね、けどまあなんかちょっと結構ね、うん、なんかくせ者なんでこの女ね、うん、そうだから何してんだお前本当、うん、おい28、うん、何してんでネットに顔も出さずによ、なんだ男でもできたか、うん、なあ本当に彼氏でもできたのかお前もしかして、うん、よくね女のね生主とか配信者とかね、彼氏ができるとねピタリとね活動を休止するっていうね、あるあるなんですよネット上のね女の、うん、でお前できたのか彼氏でも、うん、ね、そうね、だって7ヶ月も音さがないとかさ、お前おかしいよな、お前男とは何、おい、ちょっとあんまちょっと言い過ぎると
怖いから、これマジでね、何してくるか分かんないね、あのパルプンテみたいなやつだから、怖いから、あんま言えないけど、うんね、何してんだよ、本当に。お前、マジで、ね、余計なお世話かもしれんけど、マジで YouTube やった方がいいぞ、本当に。もう億万長者になれるね、素質備えとるんだよ、本当に。だってマジで面白いもん。俺 YouTuber でね、あの笑ったこととかほぼないんだけど、うん、で数少ないに YouTube でね笑ったねやつだよ28、うん、なんだ、なんか悩んでんのか、体でもおかしいのかお前、うん、なんかさっきのツイートもなんか意味わからんこと、あれ何、胸の何、胸の脂肪についてのなんかね、胸を小さくするなんか手術みたいな、そういうこと、怖い、なんか怖いけど、じゃあそれこそさ、悩んでんだったらさ、あの、ね、高須ミキアとかで底辺 YouTuber、 なんか整形外科医だから美容クリニックやってるらしいから、俺紹介してやるよ、ほら、うん、で行ってこい、そこ、うん、悩んでんだったら、うん、俺があの、うん、ね、あいつね、あの下僕というか、ね、あの奴隷だから俺の、うん、ね、紹介してやるからね、すごいよね最新動画7ヶ月前だけど21万再生だ。ということは、今か今かと待ちわびてる、ね、信者の、立候補信者のやつらが何回もね、最新動画にね、戻ってきて、これ立候補まだかみたいな、お前息してんのかみたいな感じのコメントをね、ずっとしてるんですよね、うん、これ見ると。だから本当、未だにね、待ちわびてるリスナー多いですから、僕もね、そのうちの一人ですよ、うん、なんで、何してんのか知らないけどさまあ本当ピタリとね7ヶ月もね失踪するっていうのがね、そこも面白さの一つなんだけど、うん、君の動画なんてさ、ただなんかおばちゃんと喋ってさね、なんか意味わからんこと喋って、なんの内容もない意味のわかんない会話をして終わりじゃん、正直一番YouTube 上でね、コスパのいい、何の労力もかかんないね、神スタイルなのよ本当に。ただ喋るだけっていうのが一番神なのね、 YouTube って一番コスパいいのよ、うん、まあそのおばちゃんに今もしかしたら何かあったのかもしれんし、君自体が今本当に本当息してないのかもしれんけど、うん、ちょっとねマジでね、俺もね実際に体験したことあるんだけど、 YouTube はね本当ね、やっといた方がいい、後悔する、うん、なんかどうせいつ帰ってきてもね、いつ動画上げてもね、どうせ視聴者見てくれるだろうと思ってね、高くくってね、ふんぞり返ってね、適当にやってるとね、こんな感じになっていくんでね、どん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 なんかね、人が離れてってね、やっぱ、うん、更新頻度って大事だからね、やっぱ人ってね、多くね更新したりね、精力的にやる気があってね、面白い動画作ってる YouTuber とか配信者にどん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 人って映ってっちゃうんで、マジでね、後悔してもね遅いんで、やっといた方がいいよ本当に、うん、ある程度、うん、まだ間に合うから、まだこんだけね待ってるね、熱狂的な、俺含め熱狂的なねファンはいるから、うん、ね、マジで才能あるんだよあなた本当に。ということでね、それこそ DM くれよ、 DM ちょうだいよ、うん、なんか悩んでることあるんだったら DM くれ、うん、会うのはちょっとNG だけど、ネット上とかね、そういうのだったらね、通話とかだったらね、もしかしたら相談乗れるから、まあ、まず DM くれ。で、もう一回さ、動画撮らせてくれよ。まあ、撮るの禁止されてるわけではないんだけど、捨て上げと見るリッコ28シリーズ、禁止されてるわけではないんだよな、確かに。なんか釘を刺されて、なんかクソチクチク言葉で、クソ嫌に言われただけであって、禁止されてはないんだけど、まあ、あんなこと言われたらさ、まあ、冷えるやん。だからまあ上げてないんだけど、リッコ28実況シリーズ、まあちょっと仲良くしましょうよ、俺たちさ友達いない同士やん、ごめん、お前いるかも、俺もいるわ別に、いるけどお前もいるか分かんないけど、まあYouTube 上じゃさ結構さ一匹狼じゃん俺たち、どっちかというと似た者同士やんね。でなんかコメント欄ではさ何々な男とかやれてさ、似た者同士じゃん本当に、同じじゃん俺たち、なんかおもちゃにされてさ、ね、同じ男同士ね、ちょっとビジネスパートナーになろうや、待ってるから、うん、本当 DM 送ってこい、待ってるから、ということで立候補28
息してるか。